マックスです。スーパー激レアあのプレミア車ですね。2番内車です、はい、基本的にこれがメインバイクそうですね、うん、そう本当はこれがね、こちらがメインと。こちらがメインですね、はい、6R はありますが、こちらは本当のマッカーネンさんのメインバイクということですね。あの刺激が欲しい時と、はい、あと、とかね、刺激が欲しい時ですかね。あとライスクに使ってるバイクは 6R です、はい、はい、というわけで、あ、ここ秩父の小賀野ですね。小賀野にあるファミマですけど、さっきから急激に暑くなりました。マジ暑いです。ほんと秒で暑くなりましたね。秒で暑いですね、はい、涼しかったんですよね、最初は涼しくて肌寒いぐらいだったのに、秒で暑くなりましたよ。ひどい時40度いきます。いややばいっすね。さすが埼玉。埼玉やばいっすよ、はい、下手な2班の車高、なんかシートとかあるやつより乗りやすいじゃん、だって。あ、いいっすよ、またがってます、なんなら試しに。あ、マジか、はい、足つきがいいのと、はい、シートが超ふっかふかで、あ、やっぱ違いますかね。教習車を思い出しますね。あ、こうなったら長距離結構いい感じで行きますね。楽すぎて眠くなるぐらいですね、こういう感じ。
妙義山に到着しました。いや本当いい天気で、本当僕にしては珍しく好天に恵まれました。まあ、来る時もね、道路に路面にもうタイヤの跡ばっかりで、ちょっと危ない方々があの夜は多いみたいですね。しかしこの山、この岩がすごいですね、岩肌が。